シュラマル。はずみさん、久しぶり。元気してた？あら、ももなさん。本当にお久しぶり。ももなさんが引っ越していってから、もう3年くらい経つのかしら。そうそう、そのくらい経つんじゃないかな。隣町とはいえ、やっぱり引っ越しと会う機会ってなくなるもんだね。まあ、子育てしてると特にそうよね。そうそう、私もこっちでママ友作るの大変だったんだ。でもさ、なんかノリのいいママが多いんだよね。そうなのね。ももなさんと気が合いそうだわ。それにしても懐かしいな。ほずみさん、私見るたびいつも桃が食べたいって大騒ぎしてたよね。桃大好きなのよ。あ、ごめんなさい。これから昼食だから、またね。ちょっと待って。てか、ほずみさん、相変わらずご飯のことばっかだね。マジウケるわ。よく大食いの店とか行ってなかったっけ？食べるの大好きなのよ。その影響で食料品店経営するとか見かけによらないね。個人だとなかなかお取り寄せできないものもあるのよ。でもお店だと世界中からいろいろ仕入れられるでしょ？もう毎日食べるのが追いつかないわ。あれもこれもそれもどれも。マジ変わんね。でさ、おずみさんってマリカッパ寿司のオーナーって本当？店は小さいけどめっちゃ美味しいって聞いたんだけど。あら、知っててくれたのね。ありがとう。それじゃあもうお腹がへこみそうだから、そろそろお昼を。待って待って、そのマリカッパ寿司の前にさ、ジムあるじゃん。あたしそこに通ってるんだよね、ママ友と。そうなのね。なるほど、そういう話ね。とっても参考になる。ありがたいお話だわ。いや、ちゃんと聞いてないよね。ごめんなさい。ついお腹が空きすぎてしまって。ちょっとお漬物をいただいてるわ。もう話進まないじゃん。とにかく、そのジムに通ってるんだけど、今度駐車できなくなるらしいんだよね。ん？どういうこと？だって、周りには駐車場たくさんあるでしょ？前まではさ、会員は近隣の駐車場を無料で使えたんだよ。後からお金返してもらえたんだけど、今度それなくなるらしいの。あら、そうなのね。経営難とか言ってたけどさ、マジで最悪。駐車場高いのに。でもあそこのジムってイケメンばっかでやめたくないんだ。だからマリカッパ寿司に車止めさせてよ。それは無理だわ。ポリポリ。だってうちの駐車場はお客様に使っていただくためにあるんだもの。パリパリ。別に何日も止めるって言ってるわけじゃないんだよ。ジムを使うちょっとの間だけ止めさせてくれればいいんだって。一度そういうことを許可しちゃうとキリもないしね。たくあん美味しい。ほうじ茶に合うわ。だからちょっとだけって言ってるじゃん。それに駐車場にいっぱい車止まってたら繁盛してるように見えるよ。おかげさまでマリカッパ寿司は繁盛してるのよ。テイクアウトメニューが大人気なのよ。ももなさんもぜひ食べてみてちょうだいね。ん？というかいっぱいって、もしかして車何台も止めたいの？そう、ママ友集団で通ってるからさ、私結構ボスママみたいな感じなんだよね。もう無理だわ。ボスママって単語が食べ物に見えてきた。お腹が限界。やっぱりお漬物だけじゃダメね。ご飯も用意しないと。それじゃ車のことはお断りね。さよなら、いただきます。ちょっと待ってよ。やっぱりお漬物にはご飯ですよね。最高。最近は白米もいいのですが、玄米にハマっています。独特の食感が楽しくて、つい2杯3杯10杯と食べちゃうんですよ。あ、すみません、挨拶が遅れました。私の名前はほずみ。食べるのが大好きなママです。いろいろあって小さな食料品店を開いたのですが、その後回転寿司も開きました。その名もマリカッパ寿司。以前同じ町に住んでいたももなさんが駐車場を貸してほしいそうなのですが、お店の駐車場ですからそれは無理ですね。でも後日びっくり。あれだけはっきり断ったのに派手な車が10台も駐車されていたんです。こーら、私はっきり断りましたよね。え、何のこと？車ですよ、車。
無断駐車したじゃないですか。ちょっと言いがかりはやめてよ。うちは駐車場にも防犯カメラがあるので言い訳しても無駄ですよ。ああ、はいはい。10台もお店の駐車場に置いてごめんね。でもしばらく置かせてよ。今日のトレーナーイケメンなのよ。業務妨害になるって知らないんですか？え？こういう駐車場のトラブルってあれでしょ？民事不介入なんでしょ？下手に車を傷つけたりしたら穂積さんが不利だからね。そうなったら慰謝料もらうから。あの、ここはお店ですよ。うちはただでさえ小さめのお店ですから、駐車場だって狭いんですよ。こんなに止められたらお客様が止められなくなっちゃいます。これは立派な業務妨害ですからね。そんなことないでしょ。だって無断駐車はしたもの勝ちって。もしかしてそれはママ友から聞いたんですか？そうだけど。日頃からそういう迷惑行為をしている人なんですね。でも本当に業務妨害になりますよ。だってうちは以前にも警察に相談していますし。え、そうなの？嘘じゃないの？嘘つく必要はないですよ。どの道無断駐車は悪いことですから、とりあえず弁護士と相談してまたご連絡しますね。待って待ってよ、今そっちに行くから。いやー、無断駐車って困った問題ですよね。知り合いのレストランとか和菓子屋とかハンバーガーショップとか牛丼屋とか焼き鳥屋さんも結構大変だって言ってましたよ。はあ、こんな話をしていたらまたお腹が。モモナさんたちはジムから戻ってきたのですが、店の前で大騒ぎ。ケチだ、駐車くらいさせろと元気いっぱいでした。でもこれがテレビで流れてしまったんです。というのもうちに取材が入ったんですよ。有名な漬物インフルエンサーで私のお友達でもある信代さん、そんな彼女とコラボしたテイクアウトメニューが人気で、その取材があの生放送で入ってたんですよね。いや、全国にあの大騒ぎが流れちゃいました。ああ、もうどうしたらいいのよ。まさかあれからすぐ SNS が特定されて炎上するなんて、こんなことになると思ってなかったわよ。時子さんからもらった煮卵美味しい。穂積さん、お願い助けてよ。モモナさんは無断駐車を甘く見すぎなんじゃないかしら。それこそ私が今日作ったチョコレートケーキみたいに。はあ？どういう気持ちでしたの？だって周りの駐車場って結構高いでしょ。それにちょっとだけなら問題ないかと思って。でも結構駐車場もぎゅうぎゅうだったからね。それを見てお店に入るのをやめた人もいるかもしれないのよ。え？でも満車ではないでしょ。駐車が苦手な人だと駐車場が混雑しているだけで避ける人もいるわよ。それで売り上げが下がったらどうするの？たった一回だから関係ない？それは、ごめんなさい。あの、ママ友さんが無断駐車はしたもの勝ちって言ってたのよね。うん、みんな大体泣き寝入りするからって。今考えたら、この考え自体悪いことだよね。私最低だわ。確かに泣き寝入りする人もいるみたいね。業務妨害罪とかもなかなか告訴の受理をしてもらえないとかなんとかって誰かが言ってたような。ああ、ごめんなさい、お腹がペコペコの時だったのね。よく覚えていないわ。はあ。とにかくお店の場合は業務妨害罪になったりもするし、有料の駐車場だと2倍とか3倍くらいの料金を請求したりもするみたいよ。つまり2倍3倍の食費分がなくなってしまうってことね。なんて恐ろしい。穂積さん、昔からブレないね。とにかくごめんなさい。ちゃんと迷惑料も払うし、今後はこういうことしないよ。モモナさん？はい。モモナさんがこっちにいるとき結構楽しかったよ。一緒にファストフードとかシュラゼリアでランチしたり、あとはちゃんぽんとかアイスでしょ、とんかつ屋にうどんに、いろいろ一緒に食べたよね。うん、あの頃の明るくて元気なモモナさんが今も大好きだよ。穂積さん、ごめんね、ごめんなさい。その後ですが、
あの日モモナさんと一緒にいた人はみんな特定されました。ほとんどの人はお店に謝罪してくれたり SNS でも謝罪しましたが、無断駐車を進めた人だけは逆ギレしてさらに炎上、離婚、地元にも戻れず苦労しているみたいですね。モモナさんたちは相当反省したらしく、ボランティアや寄付をしていました。これだけで許されるわけではないけど、反省して行動するのは大切ですね。そして皆様、前回もたくさんのコメントをありがとうございました。いろいろなラーメンのお話が聞けてとっても嬉しかったです。私もミルクシーフードが大好きで、冬が待ち遠しいんですよね。私も毎年楽しみで楽しみで、ついコンビニやスーパーをはしごしてしまいます。チェーン店情報もありがとうございました。中本、いろいろな種類があるのですね。まだお店には行けていないんです。早く今の状況が落ち着いてほしいですね。そうしたら皆さんに教えていただいたラーメン屋さん巡りをするのに。ホルモンの情報もありがとうございます。ラーメンと一緒にホルモン食べるのもいいな。チリトマトに納豆というのも面白いですね。こういう何かをプラスして食べてるよというものがあったら、ぜひぜひ教えていただきたいです。できる限り私の胃袋の中に収めていきますよ。ちなみに私のおすすめはペペロンチーノにひき肉を入れること。邪道かもしれませんが、お肉のたっぷり入ったペペロンチーノ好きなんですよね。とっても美味しいので、ぜひお試しくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。